ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。まあ、時代が大変革してると。それでもこの変革はですね、あまりに大きいので、なかなか政治を変えるとかですね、社会を変えるっていうのを我々の人生が待ってられないと思うんですね。まあ、時代が大きく変わるのに20年、それが落ち着くのに20年としますと、だいたいこれから40年かかりますんでね。それから自分の人生やろうとすると、まあ今、10歳以下とか20歳以下の人じゃないとダメなんで、多くの人のためにですね、時代の変革期に備えるためには何をやったら自分の人生がなくならないのかという視点で、このシリーズをやってるわけですね。始めたわけです。で、まあ、この際ですね、じっくりと物の真実を知ってというふうに思いましてね、今日はこういうそのいわゆるネットなんかではとかテレビなんかでは出てこないような深い話も入れてですね、進めたいと思います。今日はマグデブルグは偶然かというですね、普通の人はちょっと分かりにくいものなんですが、実はマグデブルグっていう森でですね、ずいぶん今から前ですね、1640年ぐらいですから、今から400年とか500年とか前ですね。で、そこで森の中にですね、馬を、まあ、あれ、全部でそうですね、16頭ぐらい持ち出して、それでこう、玉を真空にしましてね、2つ割れてる玉を真空にしてくっつけて、それを両方から、馬8頭8頭だったか、そのぐらいだったんですけど、それでこう、引き離そうっていう実験があったわけですね。マグデブルグの真空の実験っていう有名な実験で、その頃ちょうど科学技術という点ではですね、ガリレオが天体の観測を始める頃でありまして、いわば近代科学技術が始まるちょっと前なんですね。私はね、このマグデブルグの真空の実験というのがなぜこの時期に行われたのか、なぜこれが、紀元1000年とかね、まあ、その頃はまだルネサンスがなかったからっていうこともあるんですが、まあ、それからもうルネサンスが始まっている1400年とか、むしろその頃はまだイスラム教のですね、中東の方が科学技術進んでおりましたから、紀元1000年から1200年ぐらいにアラビア地方で中東で誕生してもいいような、そういうような実験なんですね。で、これがなんで偶然に行われたのか、マグデブルグの実験というのはですね、結局そこで真空というのが力を持ってるってことが分かったわけですよ。それまでは真空ということもよく分かってなかったわけですが、まあ、玉の中から空気を抜けばですね、玉はビシッとこう半球の玉がくっついても剥がれないと、馬が8頭ずつ引っ張っても剥がれないと、これもすごい力だってことを実証したのがマグデブルグの公開実験なんですね。で、これが、トリチェリーの真空の発見になり、さらにはニューコメンの蒸気機関の発明になり、さらにはそれがジェームス・ワットの高効率蒸気機関、さらにはトレビシクの高圧蒸気機関とこう進んでですね、それが偶然にもと言うべきかどうかなんですが、我々に動力、人類に動力を与えてくれまして、まあ、自動の食器だとかですね、まあ、それまで人間がこう糸を紡いでたやつが自動に紡げるとか、それからもちろん蒸気機関車、そうですね、農耕器具、まあ、そういったものを全体に影響を及ぼして、後にその蒸気の力が電気の力には変わるんですけども、しかし我々が人間の筋肉、牛とか馬の筋肉以外の動力が使えるって分かったっていうね、ものすごく大きな発見なんですよね。それが17世紀に行われたのはなぜかっていうのがですね、非常に考えなきゃいけないんですね。真空というものに力があるということが、我々にとって大切なことであるということが直感で分かった。で、それがやがて真空の測定になり、ニューコメンの蒸気機関、このニューコメンの蒸気機関図はですね、もう全然ダメな蒸気機関ではあったんですよ。これはお城のね、山の上にあるお城の上にこう据えたんですね。初めての蒸気機関ですよ。それでお城に水を汲むのが大変なもんですから、下の水をですね、こう上に汲み上げるっていうね、そういう装置だったんですけど、これはもうエネルギー的に全く逆で、その、炊いて真空を作って、水をかけて真空を作るっていう方法なんですけどね。
方法としてはちょっとややこしいんですが、まあとにかく真空の力を利用してお城の下の方から水を汲み上げるわけですよ。ものすごい効率が悪くて、まあ、それまでやってた方法とエネルギー的に言えばですね、新しい機械なのに5倍ぐらいエネルギーがいるっていうんで、これもは何にも意味がないわけですよ。それじゃあ今までみたいにロバに水を背負させて山を上がってくればいいわけですからね。だけどもこれをね、なぜ17世紀にヨーロッパ人がやったかっていうのが非常に私は重要だと思うんです。今のことを考えるときですね。私はね、落語力っていうのをこう言ってるんですけども、それからトルストイが戦争と平和を書いたりね、いろんな人が書いてますし、もちろん日本でも明治維新の時になんで西郷南州とか勝海舟とか、まあそういったものすごく素晴らしい英雄が山ほど出てきたかっていうことについてはですね、まあトルストイの言ってる言葉を使えばですね、一人の人間は歴史の産物であると。一人の人間は自分がただ考えてそういうものをやったとか、そういうふうに活躍したとこう思ってるだろうけども、それは実は大きな人間の歴史の中の流れの中でナポレオンも生まれてきたし、西郷隆盛も生まれてきたし、徳川家康もいたんだという、そういうね、まあ、考え方です。私もそう思ってるんです。それは落語力、人間の集団の力ですね。その頃ものすごく人間は辛かったわけですよ。畑を耕すのもですね、洗濯をするのも子供を育てるのもですね、ものすごい大変だったわけですね。まあその頃まだ炭鉱なんかあまりないんで、石炭を掘り出すなんてことはなかったんですが、とにかく朝から晩まで必死に働いて、40ぐらいになると男も女も体がボロボロになって、まあ、死ぬと、平均寿命が40歳を超えたのはイギリスでは産業革命後の1850年ぐらいですし、まあ、日本ではもう明治終わるね、1920年頃やっと平均寿命が40を超えると、そういうことだったわけですね。まあそれには衛生状態が悪いってなこともありますが、基本的にはやっぱり毎日が辛かったんですね。貧乏であれだったんですよ。今の生活はそれに比べればですね、我々の庶民の生活がですね、その頃の王侯貴族の生活を上回ってるんですよ。だから今我々はね、何の文句も言う必要ないんですよ。毎日の食事が安定して食べられること、最近ではさらには温暖化なんか言ってますけどね、まあクーラーなんかもあるし、まあちょっと暑いけど、暑い暑いと文句言ってりゃいいような、まあ、そういうまあ生活なわけですよ。まあ女性はね、家電製品ができましたから、それからおしめなんかも昔のおしめに比べれば、現在の使い捨ておしめなんか本当に助かりますからね。まあそういう点ではですね、現代というものに住む人は王侯貴族なん、かつての王侯貴族の人生よりかいい人生なんですね。まあそういうふうに人間がなりたいと強く思っていたことがですね、マグデブルグの真空の実験をさせたんじゃないかと思うんですよ。そうしないとね、ナポレオンも説明できないし、西郷隆盛も説明できないんですよ。人類の希望が真空の実験を実施させたと私は思うんですね。だから、1640年なんだと、まあ、いうふうに、いや40年ですと正確じゃありません、僕の記憶では1946年だったか、ちょっとですね、もう一回年表を見てもね、いけないんですけど、まあその頃ですね。しかし私たちはそういう細かい年表とかいうのに取られることなくですね、時代の大変革はどのように現れるかっていうことなんですよ。で、現在は時代の大変革なのかって言うと、私は時代の大変革の中にいると思うんですね。ちょうど、高圧蒸気機関ができた1803年か4年頃ですね。それにちょっと似ているような感じがするんですね。ってことはどういうことかって言ったら、マルゼブルグの実験っていうのはちょうど、アインシュタインとか、ボルツマンとか、それから少しそれから遅れて、まあいろいろ量子力学のいろんな人が、まあ大体1900年プラスマイナス30年ぐらいで現れた、これに相当するんではないか。つまり非常に抽象的に言えば、アインシュタインの登場っていうのは我々にですね、次の時代の希望を与えた。もし逆の言い方すれば、アインシュタインがなぜ現れたかというと、我々人類が
その機械文明、物質文明の次にですね、別の文明を期待していた。その期待がですね、まあオーストリアに生まれたアインシュタインに影響して、そして彼がその花を咲かせようとして科学を研究したと。こういうふうに考えられます。ちょっと哲学的なんで、何話してるかわからないっていう方もおられると思いますが、まあ時代の大変革を考えるときはですね、やはりそれなりの思考を深めていかなきゃいけないと思いますので、今日はこういう話をいたしました。